皆さんこんにちは。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。本日は私どもが取り扱う輸入壁紙コレクションの中からウィリアム・モリスのピンパーネル瑠璃運べをご紹介します。このピンパーネルはこちらの見本帳の表紙にも使われていますが、モリス自身が1876年に壁紙のデザインとして発表されました。モリスの対の住処になりましたロンドン郊外のハマースミスのケルムスコットハウスのダイニングの壁紙にも使われています。そういったことからモリスが大変好んで使われたデザインの一つです。このデザインの特徴はシンメトリーに左右対称に描かれたデザイン、そちらのピンパーネルのデザインになっています。左右対称に描かれたシンメトリーなデザイン配置、お分かりになりますでしょうか。この壁紙としてはインクのこうしたこうたまりといいますか、少し表面がデコボコしたインクの残りが凹凸のある表現で、大変こう素材感がある壁紙になっています。大変にこの色とかも人気があります。こちらのグリーンは結構貼ってみると明るく落ち着いた感じがあります。いかがでしょう。当社ではモリスの取り扱いが大変多くあります。どうぞ見本帳も多数ご用意していますので、お店にご来店いただき、パターン、カラー、そしてテクスチャー、素材感を確認した上でご検討ください。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。